ロイスタンデー・ガイガーは、アメリカ海兵隊の軍人、最終階級は大将。第二次世界大戦において、陸軍を指揮した最初の海兵隊指揮官の一人。ノースカロライナ州にある海兵隊の基地キャンプ・ガイガーは、ガイガーの栄誉を称えて命名されている。沖縄戦に、第三海兵水陸両用部隊司令官として参加。1945年6月18日の、 サイモン B バックナージュニア陸軍中将の戦死後、第10軍の指揮権を、ジョセフ・スティルウェル陸軍大将が着任する6月23日までの間、引き継いだ。ロイスタンレー・ガイガーは1885年1月25日に、フロリダ州ミドルバーグに生まれ、フロリダ州立産業大学を経て、ステイソン大学で LLB を取得する。1907年11月2日、 ガイガーは海兵隊志願のため、ミネソタ州セントポールに向かい、基礎訓練を受けるため、ノーフォーク海軍基地に送られた。歌士官時代は、ワシントン DC の海兵隊宿舎で過ごし、1908年6月2日には、五町に昇進する。そして、士官昇進試験と身体検査を無事に通過して、1909年2月5日には、少位に昇進した。 サウスカロライナ州、ポートロイヤルにある海兵隊将高学校への出席を経た後、ガイガーは戦艦、ウィスコンシンとデラウェアに分譲する海外派遣隊のメンバーに選出された。1912年8月、ガイガーはニカラグアに派遣され、マサヤ地区のコヨテペ及びバランカへの砲撃、攻撃及び捕獲作戦に参加。海外派遣は引き続いて、 余談規模で行われ、1913年から1916年の間には、アメリカ領フィリピンや成立直後の中華民国にあるアメリカ公使館に派遣され、北京などで権益保護任務に当たった。1916年3月、ガイガーはフロリダ州ペンサコーラにある海軍飛行学校に入校して、パイロット免許の取得に励み、翌1917年6月に、 所定の過程を終えて、海軍パイロット免許が与えられた。1918年7月、ガイガーは、さらなる訓練がてら、第一次世界大戦末期のフランスに派遣され、ダンケルクにおいて、イギリス空軍第五集団と共同部隊を結成。第一海兵航空部隊を率いて、北部爆撃集団として行動した。ガイガーは、大戦終結後の1919 19年1月に、 アメリカ本国に戻り、敵に対する、重だった爆撃に参加した功績によって、海軍十字章が授与された。1919年12月から1921年1月までの間、ガイガーは、第一臨時旅団と海兵航空部隊を率いて、アメリカが実行支配を行っていたハイチに赴く。任務を終えて帰国後は、バージニア州のクアンティコ海兵隊基地でキングの後、 カンザス州レブンは明日のアメリカ陸軍式爆料学校に入学した。1925年6月に卒業後は再びハイチに派遣され、第一臨時旅団と観測隊を指揮した。1927年8月、ガイガーはクアンティコに戻り、海兵隊学校で戦隊将校と共感を兼ね、翌1928年5月には海兵 アメリカ陸軍大学校を受講して1929年に卒業の後、クアンティコにおいて東海岸派遣軍航空部隊司令官に就任した。その後はワシントンに戻って海兵隊航空担当として海軍賞勤務となった。1935年6月、ガイガーは艦隊海兵軍第一航空部隊司令官としてクアンティコに着任し、 1939年6月から1941年3月までは、ニューポートにある海軍大学校上級課程を受講。卒業後は、ロンドン駐在部官を短期間務め、1941年8月には、艦隊海兵軍第一海兵航空団司令官となって、その役職で、真珠湾攻撃による第二次世界大戦参戦を迎えた。 文言ビルでの選挙説明に聞き入るガイガー。最手前は、春税1942年9月3日、ガイガーは、カクタス航空部隊司令官として占領したての、ガダルカナル島に赴任し、ガダルカナル島の戦いに参加。以後1942年11月4日までの間、ガイガーは、統合部隊の司令官として第一海兵航空団のほか陸軍航空隊と、 海軍航空隊の指揮も取った。ガイガーはガダルカナルでの選考により2回目の海軍十字章の代わりに金星章を受章した。その受章理由は以下の通りで断続的な敵の空襲及び艦砲射撃にもかかわらず対空砲火及び空中戦により268機の日本機を撃墜し、このことは陸海軍及び海兵隊の 各航空隊を率いるガイガーの効率的な統率力のたまものである。部隊はこのほか一隻の重巡洋艦と三隻の駆逐艦を確実に撃沈し、重巡洋艦一隻と軽巡洋艦五隻を含む十八隻の艦船に打撃を与えた。ガダルカナル島でのガイガーは、戦闘の恐怖や疲労、睡眠不足などでぐったりしているパイロットを、 必要とあれば蹴飛ばすなど荒っぽい方法で航空機に戻してまで作戦に投入していた。ガダルカナル島を守り切るにはやむを得ないことだったが、このガイガーの姿を強烈に目に焼き付けていた人物がいた。南太平洋部隊司令官のウィリアム・ハルゼー、中将がその人物で、一年後に起こるハルゼーの窮地を違った形で助けることとなる。1943年5月。 ガイガーは海兵隊司令部に呼び戻され、海兵隊航空部隊司令官に就任する。11月を目前にした頃、ブーゲンビル島の戦いが行われようとしていた。しかし、戦いを受け持つハルゼーの指揮下には十分とは言えない。戦力しかなかった。上陸に必要な地上兵力は、第3海兵士団約1万4000名を中心に、小詰めの第37不評士団と、 ニュージーランド陸軍一個旅団の契約3万4千名だけで、このうちニュージーランド陸軍はトレジャリー諸島攻略担当だった。これらの兵力で第一海兵水陸両用部隊が構成され、以前はアレクサンダー・バンデグリフと海兵中将が指揮をとっていたが、海兵隊司令官に内定してワシントンに向かうことになったため、代わってチャールズ・ディ・バレット海兵少将,将が部隊を率いて、 上陸する予定だった。しかし、作戦が始動する間際になって、バレットが宿舎の2階から転落して死亡する事故が起こった。ハルゼーはワシントンへの移動途中で、真珠湾に滞在中のバンデグリフトを支給呼び返すと、共に上陸作戦後にバンデグリフトに代わって、部隊を指揮する人物の人選に入ったが、1年前の記憶が決め手となって、 ガイガーを前線に呼び戻すこととなった。この発想は、作戦参謀のウィリアム・ライリー海兵巡将も同じだったが、ガイガーの名前を出したのはハルゼーが先だった。ガイガーは、ブーゲンウィル島に派せ参事、11月9日から、バンデグリフトに代わって第1、海兵水陸両用部隊を指揮。選考が認められ、12月15日に、主君章を受賞した。 1944年4月には第三海兵水陸両用部隊司令官に転じ、1944年7月から8月のグアムの戦いと9月から10月にかけてのパラオ攻略戦で戦った。これらの選考により、ガイガーは2番目と3番目の主勲章に変えて2つの金星賞を受賞した。1945年4月からの沖縄戦でも、 第3海兵水陸両用部隊を率い、第10軍の指揮下で戦った。この沖縄戦の最中、ガイガーは流行政治家宣言にかかり、遺憾から場合によっては無精子症になることを教えられると、病気のことを隠したがるようになった。この話は、遺憾から第5艦隊司令長官、レーモンド・スプルーアンス大将に伝わり、スプルーアンスは、ガイガーのもとに、 ジョークの意味でおむつと安全ピンを一貫を通じて届けさせた。届けられた荷物を見たガイガーは大笑いして届けられたものは大事な戦闘機やトロフィーと一緒にしまっておくとスプルーアンスに対して返事を書いた。1945年7月に太平洋艦隊海兵軍司令官になり海兵隊司令部に呼び戻される1946年11月まで務めた。 その後まもない1947年1月23日、誕生日を2日後に控えたガイガーは61歳で、没死、第80アメリカ合衆国議会はガイガーに、大将の地位を追蔵した。ガイガーは、アーリントン国立墓地に埋葬されている。また、アメリカ海軍の兵員輸送艦、ガイガーは、ガイガーを記念して命名された。このうち、海軍主勲章の自称理由を下に掲げる。 海軍主勲章1945年4月1日、早々に上陸し、以後の3ヶ月間苦しみながらも戦い抜いた。卓越した専門技能と強力なリーダーシップ及び決意は揺るがず、彼は自分の部隊を指揮し続けた。絶え間ない戦闘状況の最中でも我が身の安全を、帰り見ず状況確認を行い、崇高なる勇敢さと達成感を持って部下を鼓舞した。 ポッター P289 では、ガイガーは、グアムの戦いに時間を割いたので、パラオ作戦の葬式は、ジュリアン・スミス海兵中将が取ったとしている。ありがとうございます。